しいイラストと心温まるし、そしてこの優しいタッチで描かれている絵がとても素敵ですね。今回は周南市で活動されているイラストレーターの前田隆之さんをお招きしました。それでは前田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前田さんは特に20代頃からこうポストカードに絵を描いたり詩を描いたりということで、いろいろフリーマーケット等でご活躍されたというふうに伺っているんですが、はい、そもそもそのイラストを描いてみようとか思ったきっかけというのがあるんですか？ですね、はい、まあ、昔会社に勤めてた時に先輩が、はい、こう絵を描いたり文字を描いたりするのを見て、もともと絵を描くのが好きだったので、はい、ちょっとまあ真似をして始めたような形が一番最初ですかね、はい、じゃあやっぱり会社に入ってからこんなイラストやってみようかというふうに思われ始めた。そうですね、まあ、僕当時勤めてた頃には、はい、相田みつをさんとかがとても、名前がね、表にすごく出てきた頃だったので、はい、まあ、その影響も受けてっていうのは。ああ、なるほど、はい。でも今ではそれから十何年ぐらい描かれてらっしゃるわけですよね。はい、そうですね。なんかもう自分の世界がこうどんどん作られて、まあ、ある意味その詩と絵というと、さっきおっしゃったように有名な方が何人もいらっしゃるわけですけどやっぱり自分の世界をどんどん作っていこうという気持ちも終わりだったんじゃないですか。最初はただただ、まあ、楽しくて描いているということが、はい、良かったんですけど、はい、まあ、そのうち少しずつこう、ね、興味を持ってくださる方とか、はいはい、お客さんもできてきて、まあ、どっかこうお客さんの意見とかも踏まえて今の形になってきたような感じはしますけど、はいはい、私前田さんの作品をお見かけして、なんて言いますか、絵手紙のようなものというのはたくさんの方が作ってらっしゃるんですけれども、この絵柄描かれているし、そしてその背景、特にこの背景の模様がですね、とっても個性的というか構成も素晴らしいと思っているんです。で、特にお気に入りがこの鹿の絵なんですが、鹿の角のところに目が出ていて、そしていろんな動物が配置されています。まあ、どれも可愛らしいんですけれども、ここに描かれているし、どんな出会いも大切に思うことで夢は育ち、未来は広がるね。まあ、これ本当、夢色アサンブラのテーマだと思います。この、優しさの種、幸せの雫という、これシリーズの名前なんですか？はい、そうですね。このキャラクターたちが出てくる、はい、このメッセージがあるイラストのシリーズになります。はい、ああ、そうですね、はい、藤島さん、お気に入りのものがありますか？はい、私も一つお気に入りのがありまして、すごく安心する詩をご紹介します。心はスポンジ、時には縮んだりへこんだりする、そんな時もあるさ。ぎゅーっと縮んだら幸せや愛をいっぱいいっぱい吸収するんだ、という詩でこのイラストが描かれてるんですけれども、このこうふわふわとしたハートの上に、これは犬ですか？はい、犬ですね。犬がこうゆったりして寝ているっていうのもすごく安心するんで、疲れた心に癒してようくれるというのがとても好きです。そうですね。いや、前田さん、こんなこと聞いたら失礼ですけど、はい、女性に大変人気があるじゃないですか？いや、そんなこともないです。いや、いや本当にね、なんか大丈夫だよって言ってくれているような、ちょっと安心感があります。本当に可愛くて繊細なラインとタッチなんですけど、これは水彩で描かれてるんですか？そうですね、水彩になりますかね。これは下書きをされて上から描かれてるんですか？ですね、下書きは別の紙に描いて、はいはい、
その上にあの実際書く紙を置いて、はい、ライトで照らして書いてますね。なんていうのか分かんないんですけど、はい、あトレース台っていう、そうですね、トレース台で書いてます。下から光るんですね。この文字がすごくこう可愛らしく書かれているんですが、この文字はパソコンに入っているフォントを使われているんですか？文字は手書き、手で書いてます、ね、文字も手書きなんですね、はい、すごく可愛くてこう統一感のある字なので、これもまたメッセージが伝わる一つだなというふうに思います、ね、ありがとうございます、うんうん、この絵柄もそうだし、背景のいろんな模様もそうだし、この文字もすべてこう丸みがあって、だからそれはあえてなんか意識されてるんですか？そう、筆の先をわざわざこう少し切って、切っちゃって丸く描いたり。はあ、なるほど、はい、だからやっぱりここに前田ワールドを作るこう一つのヒントがあるんでしょうね。そうですね、秘訣というか、誰かにこう元気になるようなメッセージを出そうというような、そういうところをこう感じるんですけど、その辺は意識したところがあるんですか？あまり意識まではしてないですけど、まあ、一番最初の詩を書いたきっかけが、はい、まあ、大好きなお店のオーナーさんにお礼のつもりで詩を書いたのが一番最初で、はい、あなるほど、それは今にも通じてればいいなと思ってるんですけど、はい、あのそうなるとこうあれですよね、あの絵を描いて好きでこう描いたものにメッセージが、別に手紙をこうなんていうか意識しなくてもそういった形で出てきているというところなんでしょうね、きっと。あまりそうですね、なんかあまり意識してる感じはないと思うんですけど、はい、いや、あの読んでみてあの感じたのがやっぱり自分の気持ちから出てきているというようなところはやっぱりお見受けします。文章を読むのはあまり得意でないと、はい、いうふうにおっしゃいましたけど、はい、本よりは、まあ、詩は何本か読んでいるよと。そうですね、こうこのネタというかそういったものはどうなんでしょう、そのどこから得られて、はあね、なかなかこう思い返してもそれが何なのかは分からないんですけど、まあ、書こうと思うきっかけは、まあ、大体こう自分の感情の起伏によって、うん、はい、上がったり落ちたりしてる時に何か、なんかね、答えをどっか、気持ちが楽になる答えを探してるときにいろいろ考えてはいるんですけど、はいはいはい、まあ、でも結局文章にするときには、はい、いろんなこう何ですね、うん、こう人から聞いた話とかの中から文章自体は作ってるんだと思います。はいはいはい、いや本当にあのこう誰かをこう元気にさせたいなという何かこう思いとか、まあ、自分に対するメッセージなのかもしれませんね。ほとんどそうだと思います。でもそれに共感してやはりあのファンの方が増えてきてらっしゃるんでしょうね。あのフリマの方はいろんなところに出ていったという話もこう聞いてるんですけれども、はい、はい、あの当時あの一人で生活もしてましたし、はいはい、あの車もその当時は乗ってなくて自転車で生活してたので、はい、遠くには行けなかったんですけど、はい、まあこう親戚に車を借りて柳井に行ってみたりとか、はい、あまあ、その当時柳井が一番遠かったような気もしますけど、はい、まあ、いろんなところでこうフリーマーケットをやってますから、そこへこう行ってはその販売するということを繰り返してらっしゃったわけですよね。そうですね、はい、でそのうちにまあショッピングセンターのようなところから声をかけていただいて、そうですね、はい、それはやっぱり大きな励みになっちゃったですか？そうですね、まあ、こう今まで人に見せるということはほぼなかったんですけど、はい、まあ、いろんな人に見てもらって、はい、こう必要とする人がいるんだっていうのはとても嬉しかったです、ね、はい、あそうですね、はい、こうこれを見て和まされるとか癒されるとかですね、はあ、あの前田さんは積極的にイベントなどにもこう参加している、であの自分から売り込まれているというような話も伺っているんですが、そうですね、はい、まあ、こうお店とかに、ね、飛び込んでいって、はい、まあ、作品を貸してくださいっていうよりかは、まあ、現地に行って、はい、また山口の方じゃない九州だとか例えばまた岡山の方に見ていただくっていう活動は、はい、あの今はやっていますね、はいはい、いえあのさっきのフリマの話もそうなんですけどね、あのそうやってご自身が出て行かれて、であのいろんなイベントとかに参加して、その行動力が素晴らしいなと思うんです。であの
山の中の、あのクラフト展とかですね、はい、そういったことにもこう関わってらっしゃるということ、はい、きっかけというのはあるんですか、これは。まあ、僕からのスタートではなく、僕はまあこう、はい、ちょっと手伝ってっていう感じで声をかけてもらったので、はい、素晴らしい環境があったのと、うん、はい、まあ、たまたまこうやって僕とか絵を描いたり物を作る人が周りにいたっていう、はい、その環境があったからスタートしたんじゃないかと思うんですけど、はいはい、なるほど。あの素晴らしい環境というのは、あの熊毛町の永寿園さんですか。そうですね、はい、まあ、あと、まあ、熊毛っていう環境自体もね、素晴らしいので。なるほど、はい、あ、そうですね、あの本当山の斜面、緑の上にこうテントを張って、そしてそこでこういろんな作家さんが集まってクラフト作品、まあ、クラフトというと木とか陶芸とか、あるいはあの川の作品があるんですが、そういうのを売ってらっしゃるわけですよね。そうですね、はい、そうやってどんどんいろんな方にこうねコンタクトを取って、で集めてらっしゃって、ああいうイベントを作られてるっていうことをすごくあの感心したというか、本当失礼ですけど、はい、素晴らしいことだと思いました。去年が、はい、3回目でしたので、はい、まあ、今年のまた秋に4回目を、はい、まあ、させていただこうかと思って、少しずつ、まあ、動き始めてる感じなんですけど、あ、はい、もう4回目を企画されてるわけですね、はい、あのどのような手応えですか。ですね、はい、あの、まあ、去年よりかはこう春になる前からもうスタートをこうやってしてて、はい、まあ、今もいろんな作家さんにも声をかけさせてもらってるので、はい、また去年よりも盛り上がってくるんじゃないかとは思ってるんですけど。そうですか、はい、あのお客さんの反応とかはいかがですか。お客さんの反応ですね、はい、来られてこう買われた、まあ、うちの女房なんかすごく喜んでたんですよ本当にあの、まあ、こんな出会いって言ったらちょっとあれですけど ね、まあ、ね、やっぱりお客さんにとっても作家さんとの直の出会いがあるわけですから、すごくこうあのいい方というかいい商品に巡り合えれば。そうですね、はい、まあ、作品もこう、まあ、素晴らしいお客さんがね、はい、喜んでくださるのはまた、ね、はい、こうお手伝いしてて嬉しいですし、はい、その作ってる本人に会われて本人が好きでまた作品もさらに好きになられるというお客さんがたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うので、はいはい、まあ、それがまあこう続けていく楽しみでもあるというか、また作家さん同士がどんどんつながっていくっていうのもまた、うん、はい、なるほど。前田さんご自身は今後の展開としてはどんなことを考えてらっしゃるんですか。今年は去年に比べて早くこういろんな計画を立てて、はい、あの、まあ、ずっとイベントに出ていこうと、はい、でまあ、去年は出たことのないような、うん、今一番近いのは、まあ、東京のイベント、はい、あ、東京の方に、はい、行ってみようかと、はい、デザインフェスタっていう、あ、そうですか、はい、そうですか、本当にやはりカレンダーをですね、はい、とりあえずじゃないですね、今ある作品は全て持っていって、はい、お見せしようかと思ってるんですけど。じゃあ今後はもう全国的に展開していこうという心づもりなわけですね。はい、心づもりだけですね。あ、いやいやいやあのそれはとってもあの大切だと思う本当謙遜されるからちょっと、まあ、私みたいにドカーッとこう思うつけたみたいなことを、はい、おっしゃってもいいんじゃないかと思いますが、はい、いや、この可愛らしいキャラクターが多分皆さんに受け入れられるんじゃないかと思っています。ありがとうございます。はい、はい、